ジャニオカチャンネル、よいしょー。さあ、この番組はジャニーズに関するさまざまな情報を発信していきますので、ジャニオタの皆様、ジャニーズファンの皆様、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ガチャボタンもお願いします。今日はですね、キンプリの高橋海人くんと岸優太くんの弱点を、弱点、まあ可愛らしいんですけどね。なるほど。可愛らしい弱点をね、皆さんと共有したいなと思って。高橋海人くんね、やっぱね、あの弟キャラというか、おお、なるほど、弱点めちゃくちゃ多くて、そんなこともっていうことが一個、目薬が怖いっていう。ああ、なるほど。へえ、まあ、可愛らしい、なんか小学生少女みたいなね。なるほど。なんか目になんか入るのが可愛らしくて、まあ誰でも怖いけど、誰でも怖いですけど。で、岸優太くんもね、はい、可愛らしい弱点がね、2つ、岸優太くんの弱点、はいはい、もう1個はですね、実は野生的な岸優太くんで、ね、カエルが苦手。おー、なるほどなるほど。なんか、パン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 こう、つかめそうな、ね、イメージありますけどね。動物とか虫とか平気ですね。虫平気なのに。平気で、サソリとかも手の上で、可愛いとかいうぐらい、食べるのも何でも食べるぐらい、アグレッシブ。唯一カエルだけ、キャラとかじゃなくて、カエル見た瞬間、カエルちゃうんかっていうぐらい、バーッと見られるぐらい、自身がカエルちゃうから、バーッと飛ぶぐらい苦手で、もう一個、岸優太くんの可愛らしい弱点がね、電楽味噌のこともですね、あの、ずっとね、電楽味噌って言われてた。あれが楽って書くからね。そう、弱点、岸優太くん。弱点って言うから、これ。弱点って言うの、それ。ずっと電楽、電楽。周りにみんな、何売ってるんですかみたいなこと言われて、ずっと電楽味噌、電楽味噌みたいな。それが岸優太くんちょっと弱点かな。弱点だそれ。ちょっと言葉が、ちょっとバグって言葉が弱点かな。そうなるといっぱいあるやん、もうそれだけじゃなくて。ペーパーキバキにしてるから連絡味噌なんでや、どういう状況や。可愛らしい弱点がありましたとさ、そうですね、今後もね、追っていきましょう。はい、ということで、皆さん、ぜひぜひですね、グッドボタン、チャンネル登録までよろしくお願いします。ここからはですね、はい、雑談タイム。どうしよう。我々のことをよく知ってもらいたいということで、雑談タイムで、ね。雑談タイムのコーナーでございます。なんかその、のび太的に可愛らしいジャンプでしょうかって。弱点か。ありますか？ありますかな。弱点だけど、日に日にというか、はいはい、なんかいろんなもんがやっぱ怖くというか、あ、絶叫マシンとかが、まあ、言っとったね、急に絶叫マシン怖くなって、怖くなってきましたね。あ、昔は全然平気で、むしろ大好きで、おー、ヒャッホーって感じだったんですけど、おー、なんか何年か前にそういうジェットコースター乗った時に、はいはいはい、あれみたいな、こうなってるっつって、もうほんまにこう目開けれないぐらいの、そんなに変わんねえや、はい、体調にもよるだろうね。でもなんかいろんなことが、ちょっとちょっとのことがこ怖くというかビビりになってきます。なんか別のあれで、それこそ罰ゲームみたいなんで、こうただのケツバットみたいなされるだけでも、もう怖い怖いんですよ。ちょっとこうされるけど、うわーみたいな。だから単純に自分でもそう分からないけど、ビビりになってるなっていう。何なのか分かんないですよ、理由は。年齢的にそうなったのか、何なのか。まあ人もやっぱ変わっていくもんやもんね、それもね、どん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 。自分でもびっくりしても、そんな平気なタイプだったのに。より怖いというか。それなんねんな。ミキさん、なんかありますか？私はね、俺は逆に怖いのがなくなっていってね、どんどん。あ、そうなんや。なんでも先に怖がってて、で、克服していってる人生やから。それこそ俺、絶叫マシンとか、そう、乗り物は逆に小中高と何も乗れないぐらい、はい、絶叫じゃない、ゆっくりの、そう、はいはい、遊園地とかのも乗られへんかった、そんなに相当っすね。そう、それがもう5、6年前とかも普通に絶叫マシンとか乗って、真逆だ。そう、一個ずつクリアして、あ、いけるいけるいけるで、あのユニバとかの高さ、足ブラーンとするやつとか、なんでこんなん作んねんみたいな。確かに確かに、信じない、そんなんだもん、普通に乗ったりとかもできるようになったし、真逆の、どんどん知れば知るほど、いけるか。そう、それこそ昔のライブで、はい、そのお笑いライブで、はい、罰ゲームで、なんか食べて、はい、みたいな、あんなんとかも、全然全く無名の売れてない芸人やったら、思いっきり食べないのに、怖くて食べないようにせんかったのもあってんけど、前は。そう、辛いのが嫌なんで、今全然辛いのもいけるようないけるんや。なんか、あれかな、ありとあられるようなことが、麻痺しちゃって。
感覚が全ての感覚が麻痺していってるのかも。そうやで、死を感じるからやっぱ人間って恐怖を感じるようになってるけど、コーヒーも、はい、ほんの5年前まで、はい、一杯のコーヒーにミルク3つとか砂糖5個とか入れるな、はい、飲まないかも。それ今もうブラックしか飲まない。それなんやの。よっぽど気まぐれで、まあ、今まかまの全くじゃない。そう、よっぽど気まぐれでミルクちょっと半分ポーション半分入れるかなっていうぐらいほぼブラックだし、昔も5年ぐらい前のもうミルクとか砂糖5個ぐらい入れて、なんですかね、まあ、スピリチュアル的に言うと中身の人間誰やお前あれ誰や。どうもミルキーです。ミルキーやな確かに言ってることミルキーや。お誰や、お誰や、お誰や、伸びたやないかいや、早い、この顔してるの伸びたやないかちょっと変えとったのにいつもこんな顔してるのか思ったわそうなんだよ。なんか変わるんか、まあね、よくねその、はい、食の頃に変わるとは言うじゃないですか、はい、大人になったらね。あ、まあ、それは全然あるとは思うんですけど、なんかいろんな感覚も変わるんですね。面白いな、人によってやっぱ、ね、そういうの変わっていくよね。ワクチンの僕注射めっちゃ怖かったんですよ。ああいう思想的なワクチンの中身がどうじゃなく、はいはいはい、注射が刺されるのが、はいはいはい、あ、これ怖い怖い怖いと思って、ほんまにちょっとこう目を背けて、はい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 、平気な無理したけど恥ずかしかったからでもあ怖いと思って、ああ痛い、あけど行ったら大丈夫なんですけど、刺された後は大丈夫だけど注射単純に怖くなってました。あ、すごい、昔は怖くなかった。全然怖くなかったの。特にワクチンのやつは深くに入れ筋肉注射で、ああなるほど、単純にやっぱビビリ、僕はビビリだったので注射はもう子供から今もずっと怖い。あ、それは無理、そこは変わらず怖い、ずっとも怖い。健康診断の歌をずっともう、はい、これ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 、まあでもそれをまた乗り越えて怖くなくなっていく。ああそう、うん、折り返してる可能性もある。そうそれを克服するにね、やっぱり、はい、柔道か相撲しかないじゃん。いや前もなんか言ったけど相撲やらん言って相撲始めたら怖い。なんでやったらそれ進めんねん。やらへん、すべてが怖くなくなるかもしれない体力ごめんこれで、ね、ペッタ張り手以外は全部かすり傷みたいな。土俵に吉田されるから全部釣り傷ですみたいな顔のかもしれない。やりまへん、やりまへん、やりまへん、終わりで、あ、また終わった、もう終わったらもう喋ってくれへん